宇都宮運転所は、栃木県宇都宮市川向町にある、東日本旅客鉄道運転士が所属する組織である。同社大宮支社の管轄。宇都宮駅北東側に位置する。宇都宮運転所は、1885年7月16日に、宇都宮機関庫として開所して以来、東北線区宇都宮地区の車両基地として、旅客車両並びに、動力車が、 運転手と共に配置されてきた。名称は1936年9月に、宇都宮機関区に改められ、太平洋戦争後の1961年11月1日に、現在の宇都宮運転所となった。宇都宮運転所の敷地は、当初宇都宮駅東側に本線に沿う形で、計14本の留置線を廃し、その北側に、転車台、 南側に収容線5線及び機関車格納庫5線の軽実船を排する大規模なものであったが、東北本線の電化や東北新幹線の開業、貨物列車発着の廃止など、なお、宇都宮駅東口再開発事業の試行権は、清水建設など大手ゼネコンを中核とする企業集団が落札していたが、2010年春に白紙撤回されており、 2016年時点では、試行開始の見通しは、立っていない。2017年3月4日のダイヤ改正をもって、車両の配置はなくなったが、晩年は、カラス山専用の機動車、関東一円で運用を持つ、デ10系、デ11系ディーゼル機関車の計21両が、配置される比較的小規模な車両配置区であった。過去には、d 十一型や c 十七型といった、 蒸気機関車 EF57 型や EF58 型などの電気機関車8 0系や1 1 5系といった電車のほか一時は優等列車牽員の運用を受け持っていた EF65KPF 型電気機関車などが数十両配置される東北本線有数の車両配置区所であった2017年3月4日のダイヤ改正で配置車両がなくなり 現在配置車両はない。配置車両はなくなったが、宇都宮線、日光線で運行される車両が留置されている。2017年3月まで配置されていたディーゼル機関車は配置区であった、当初だけでなく、田端運転所や常磐線水戸駅などに常駐し、運用される車両もあり、それらの車両を入れ替えるために、定期的に改装が発生していた。 2016年4月1日現在の所属車両は以下の通りだった。2016年4月以前までに本所及びその全身へ配置されていた車両は以下の通り。ありがとうございます。